お前、お前1000万だからお前誰がバレてんじゃねえか。お前結構11237番、お前なんでだずかアップルルか、お前ハピアってバレちゃうじゃねえか。お前エルフみたいなやつだ。わら。さあ行きますか。いやこのマジ受付ベッド、これ超いいわ。のーちゃんのしのちにかけるやつが真の勝者だと気がつきな。巧妙な罠だな。わら。曲これにしよう。お母さん全滅でしのちワンちゃん、これはいいオッズだな。いやつ、あ、お前ら全滅はないと思うな。全滅はないと思うな。さあ行きますか。さあそれでは皆様、スタンバイ入っていただきまして、ヨウタロウ OK、 リズ OK からの、リズ OK、 ユウタくん OK、 ヨウタロウ OK、 あとはしのちですね。しのち放送待ちです。しのち放送待ち。お前ら、まあ、リズ何がすごいって、リズだけだぞ放送でレグナード雑談とか言って、お前らドラクエ生主でレグナード雑談なんて枠取ってるやついないからな。レグナードにめちゃめちゃかけてるから。さあ、しのちが始まったらというところでよろしいですが、しのち放送来てますね。さあ、それでは皆様、スタート5秒前、4秒前から3、2、1からがスタート。あっと、こちらがしのち放送でスタートの合図出させていただきます。ナイススタートからの、さあしのち放送、さあ同時スタートでお願いいたします。はい、スタートからがアットフィクサー。さあ陽太郎君もゆうたくん君もスタートしてください。しのちなんて喜ば限界ねえよ。さあ皆様、スタートでお願いいたします。さあ深夜も回ってきたところでいきましょう。まずしのちが全滅しないかどうかを見よう。しのちがボガーンって言われないかどうか見よう。しのちが魔法使いから下がってからの高弘にシャイニングブレスで、これは大丈夫ですね。シャイニングブレス大丈夫からの大防御からの、はい戻る。はい、ターゲ、あ、いいね、タゲ早いね。ノアタゲ早いですね。タゲ早いですね。さあ来ましてからの、さあこちらは安定ですね。さあこちらはしのち、無事スタートを切りまして、皆さん分かりませんよ。さあ皆さん、こちらが無事スタートを切りましてからの、お次ディズからの、さあウィングダイブ。さあ戻りましてからの、はい、さあこちらが来ましてからの、あ、ヨウタロウやばかった、ヨウタロウやばかった。さあ最来た最下の陣来ましたね。さあ全国のリズファンの皆様、リズ軍ファンの皆様、 TA リズ軍ファンの皆様、さあ最下の陣を引いて最高のスタート。さあリズ軍がこれ最高のスタートです。さあ出まくる出まくる、ちょっと止まるね、結構止まりますね、たまに止まりますけど、さあ止まりますけど、ガン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 というところで、さあここがさ、たまに止まりますね、結構止まりますね。さあここはなんとかこのね、止まっては戻る止まっては戻るの繰り返しでございますが、なんとかやりきってほしいところでございますが、ここは皆様ね、残念ながらここで、ここで、ここでもうね、勝負の向こうはありません。ここで勝負の向こうはありませんので、皆様、足からずでございます。さあ、こちらが18分37。もう始まってダメージが与えられたところ、コロシアムで言ったらポイント移動は、レグナードに一発でも攻撃したら、これはスタートと見なします。
さあこちら戻しましてからの18分26秒からさあたまに止まりますけど、さあ回線状態大丈夫かリズ、さあプレイには問題なさそうですね。放送的にはちょこちょこ紙芝居で止まりますが、プレイには問題なさそうです。さあガンガン打ってからのテールスイング、さあプレイに問題なければなんとか記録が出れば大丈夫でしょう。さあ戻りまして、さあこちらしのちもかなり頑張っておりますけど、さあ他のとこもちょっと見たいところでございますが、はい、こちらライスカレーからのレグナードヨタロー、さあ多少このラグが出ちゃうのはごめんなさいね。さあ陽太郎のところもこれは大丈夫ですね。陽太郎はこちらバッチリからの牌行きまして、さあこちらも超魔法陣がさ色変わる、早い、これは色変わる、早い。さあ2分ちょっとで、2分少々で色が変わる。さあ暴走魔法、さあやはり陽太郎ここまでやってきてね、やっぱり 13% の杖は強いなと、そういうところを実感しているところだと思いますが、さあここで覚醒入れてからの陽太郎、さあどんだけダメージが違うんでしょうかね。やっぱり30、40ぐらい一発。さあ早いね、さあ早いですね。こちら陽太郎がとても早いペース、さあここは優勝候補ペースか、さあ優勝候補ペースか、こちら方向が来ましてからの、さあいいところでございますが、こちらがガチ戦からのゆうたくん、さあゆうたくんはまだ色変わってる、さあ色変わったばかりか、色変わったばかりでしっかり後ろ下がる。さあここで方向、さあここで方向を飛ばしてからのいいところ、見たい人はその放送行ってくれ、その放送行って注目してくれ。さあこちらがちょっと陽太郎のが1分少々早いね、陽太郎が1分少々早いというところでコンセンサス打ってから戻る。さあこのね、やっぱゆうたくんがこのね強いんだよ、このね氷結斬撃が結構いいダメージ出してんだよ。さあここでさあここでクラウがこれ入っている、聖女入れてから氷結斬撃、いやこの氷結斬撃が結構早いんだよな。氷結斬撃がなんだかんだいいダメージ600ぐらい与えてんだ毎回。いやこれ早いよ、この氷結斬撃これ超強えよ、いやこれ超強えよ。ここ攻めるね、攻める、さあ竹判断してから攻める、天使も入ってないのに攻める、テールスイング避けらんなければ死ぬぞこれ。さあ武器ガード、おお、ゆうたくん今武器ガードなかったら死んなかった、今武器ガードなかったら死んでませんでしたかこれ。やりますね。さあこれは今のはすげえな、これ大記録かこれ、大記録か。さあこれやばいよな。さあ今のはどう、今の渋いな、攻めかガン攻め。あ飛んでた、いやなんか今ガードじゃなかった。さあ戻ってからの氷結斬撃、いやこの乱撃、あなるほど、いやこれはいやここすげえな、おい、この氷結斬撃すごくね、こんな打てるもんなの、氷結斬撃はいや、こんな打てんの氷結斬撃、強っ、ちょっと待って、こいつすごくね、いや早いよな、4分いくつ ?4 分いや4分5分切ってて4分38秒これレグ、あーこれ大したもんだ、これ大したもんだ、あれこれ決まった、あーこれ、あーこれ決まった、あーこれリズも4分台だけど4分5565、ゆうたくんやりますね、ゆうたくん勝利はお見事、これはリーズがこちら4分5565か4分55、さあ、いやもうしごこれ、ね、いやつうか今の氷結乱撃はすごいな、いや気持ちいいぐらい乱撃無双してたな、いやそうだけどあんなに氷結乱撃言ってます、いや魔法さんみてえなもんじゃんあれ、いやーちょっと、いや俺見ててすがすがしかったな、でパラディンやり打ってよ、いやちょっとすげえな今のは、いやこれはセリフ張りするわ、いやこれはすげえな、いやお見事ですねこれは。そしてこちらがゆうたくん4分38秒4号。でもラッキーこれを上回る4分15秒ってどんな試合だったんだろうな。リズが4分55秒の、いやこれでも悔しいだろうなこれな。しのち陽太郎はどうですか。いや渋いなこれ。いや
あ、そうなんだ。金氷 13% か。もうそこまで求められんのか。もうマジだな。やばいね。さあ、こちらがしのちと陽太郎の記録ください。しのち、しのち陽太郎の記録ください。さあ、ナイスカーのアリス姫。さあ、こちらがアリス姫が 3.65 倍。73万ゴールド。しかもこれ今日、よっさんすげえな。よっさん今日1億勝ちだよ、1億勝ち。いやいや、よっさん今日、純増で1億2000万ぐらい買ってんじゃん。やべえな。コンより最下の引きの確率上げる一戦付きの方が神はいいよ。ユータ君は中性で瀬戸で攻撃後に盛りだしね。だから言ったんだよ、しのちとユータ君だって。ユータ君お見事。しのちと、これみんな記録ください。しのちさん、陽太郎さん、リズさん、正確な記録ください。ゆうたくんが4分38秒45。リズが4分55秒その後ろ。4分55秒65だったかな。さあ、しのちと陽太郎の記録お願いいたします。いや、すげえな、おい。すずがこちらが、6分40秒92 OK。ラオありがとう。さあ、6分40秒92、申し子だな。しのちが6分40秒92。いやー、ほんとだ、大したもんだよこれ。みんな腸内キャッチだなこれ。365、塩さんまも今日はこの乗ってるギャンブラー取り続けたね。今日はこの乗ってるギャンブラー、さっき3000万あった塩さんまもナイスキャッチ。ナイキャッチからの。